ホームランだ。3点を先制します。中京大中京の4番は伊藤寛治、2点を追う3回。もうこれもホームランだ。コンパクトに振り抜けたとソロホームラン、1点差に追い上げます。さらに7回再び伊藤、二塁ランナーを返すことだけ考えました。このツーベースヒットで中京大中京が5点に追いつきます。続く5番のこの当たり、二塁から伊藤が必死に走りました。バカバカ、中京大中京なんでこっちやろとね持ってきたの捨てちゃうんだよ。バカだな。